さあ新東京サーキットチャレンジカップラウンド4、続いてはマイクロマックス、マイクロマックスの決勝ヒートとなります。それではスターティンググリッドご紹介いたしましょう。ポールポジションからのスタート、ゼッケンナンバー88番、エドマリーウィズテコルサー坂野大元。さあ現在シリーズポイントランキング第1位、なんと102ポイント。そして2番手グリッドゼッケンナンバー83番、末友シューマー。さあ末友シューマーテコルサー、そして3番手グリッドゼッケンナンバー45番、ファンヘインファンヘインテコルサー、そして4番手グリッドゼッケンナンバー10番、植月信成。さあ両手を挙げていただきました。そして5番手グリッドゼッケンナンバー26番、鈴木俊。 OK、みんなで楽しんでいきましょう。さあそれではまずローリング2周からスタート。さあこのマイクロマックスも決勝ヒートは14周で行われます。さあそして、チャレンジカップラウンド4シリーズ戦です。現在ポイントランキング第1位がゼッケンナンバー88番、坂野大元、エドマリンウィズテコルサー、なんと102ポイントという3桁のポイントを唯一持っております。そして、シリーズランキング第4位につけているのが末友シューマゼッケンナンバー83番、末友シューマテコルサーですね。そして、第5位につけているのがゼッケンナンバー10番、ゼッケンナンバー10番は植月信成、第5位につけております。さあやはりラウンド4最終戦ということでシリーズポイントも気になるところです。さあそれではこの2周目のローリング、さあ綺麗な隊列を組めたらレーススタートといきましょう。さあいいスピードでやってきましたマイクロマックス決勝ヒート。さあ14ラップで行われます。さあレッドシグナルはどうでしょうか。さあ綺麗な隊列に見えます。どうでしょうか。ブラックアウトスタート。さあこの第1コーナーさあ激しいレッドヒート。さあこの第1コーナーから行われております。さあやはり大本命はエドマリンウィズテコルサー坂野大元ゼッケンナンバー88番ですね。さあここまで102ポイントを重ねております。さあ続いていけるか、末友シューマーファンヘイン植月信そして鈴木。さあそしてこの2位争いもいきなり激しいこととなってますね。さあファーストラップからもう飛ばしております。あっとここでも苦労した、もし接触があったら大丈夫でしょうか。さあこの第2位のファンヘイン、そして末友シューマー、この2人激しいですね。この2人激しいです。さあそれを追っていく植月信成そして鈴木俊。さあやはりトップは88番坂野大元。さあいいレースを引っ張っております。そして2位につけてるのがファンヘイン、そして末友シューマ。さあ末友シューマ狙っている、この2人どうだ。この第6コーナー、さあこの2位争いが激しいですね。さあそんな中坂野大元絶対王者、さあしっかりとがっちり首位をキープ、そしてファンヘイン、さあ上がってきております。さあ
そして、10番の上月選手、そして26番鈴木選手、さあ追っていきます。さあ依然としてトップは坂野大元、さすがの走りでしょう。さあ唯一ベストラップ49秒台を叩き出しております。さあそしてこの2位争い、さあお互いのマシンがさあ少しぶつかる瞬間も何度もあります。さあこのファンフェインの後ろ横を末友修馬が狙っていきますね。さあそんな中トップは坂野大元独走、そしてファンフェイン、末友修馬、上月信成、そして鈴木駿、さあ続いていきます。さあやはりトップは崩れない坂野大元。さあこのバックストレートもスピードが乗ってきます、乗ってきます。そして、この2位争いは少しファンヘインがさあ抜け出しましたでしょうか。さあしかし末友修馬はこれは追っていくでしょう。さあ彼であればしっかり追っていくでしょう。さあ絶対王者坂野大元、さあ残りは10ラップとなってきました。そしてファンヘイン、そして末友修馬テコルサ、ファンヘインもテコルサ、さあ追っていきます。10番ですね、上月選手、ブライオリーレーシング、そして鈴木駿選手、コルサ、さあこの2人も上位勢を追っていきます。さあ坂野大元は順調にさあトップを独走中。さあそしてこのファンヘインと末友修馬少し開いてきましたでしょうか。さあ詰めていけるか末友修馬、さあホームストレート、さあトップは坂野大元、そしてファンヘイン、さあついていけるか末友修馬、そしてそれを追う上月信成、そして鈴木駿斗、さあホームストレートやってきました。残りは9ラップ。さすがの走りですね。さあ後続を5秒以上引き離しております。さあ少し風も出てきた新東京サーキット、さあこの暑さが少し和らぐ風も出てきました。さあそんな中坂野大元残りは8ラップ、そして、ここも2位逃げるファンヘイン、さあ末友修馬詰めれるか、残りは8ラップに差し掛かっております。さあ間もなく後半戦ですね。さあこんな中でも坂野大元、さあこの後ろを6秒449、さあ突き放してきました、さらに突き放してきました。さあそしてファンヘイン選手と末友選手が、約2秒となっております。さあこの差は縮めていけるんでしょうか。さあ坂野大元、さあ独走中、さあ現在シリーズポイントランキングトップ、坂野大元独走中。さあ続いていけるかファンヘイン、そして末友修馬、そして上月信成も戻ってきた、そして鈴木駿、ボルサー、ここでも約1秒差を広げてきました。その差7秒298、さあ凄まじいスピードで首位を独走中。さあコーナリングにも一切無駄がない、このさあさすが現在ナンバーワンの坂野大元、しっかりとホームストレート通過、残りは6ラップ。そしてファンヘイン、デコルサ、そして
コルサー。さあこのテコルサー、さあ二人がこのエドマリンウィズテコルサの坂の体験を追っていきます。さあ後半に差し掛かっております。マイクロマックス、マイクロマックス決勝ヒート14周14ラップで行われております。さあ少しこのオーダーが、安定してきたんでしょうか。それぞれのマシンの感覚も空いてきております。さあ残りは5ラップ、残りは5ラップ。さあトップの坂の体現は2位か、8秒以上差を広げてきました。そしてホームストレート戻ってきたのは絶景ナンバー10番上月信成、そしてホームストレート鈴木俊も戻ってきました。さあそれぞれがさあ自分のベストの走りをしてみましょう。さあ自分のベストベストラップもね、叩き出していきましょう。さあ現在のベストラップ唯一49秒台、坂の体現49秒台、坂の体現が残り4ラップ。さあ独走状態に入っている、独走状態に入っている。さあ現在ポイントランキングダントツの1位坂の体現、さあ独走状態に入っている。パーフェクトランなるんでしょうか。しかしこの2位の2人もですね、まだまだ分かりません。残り4ラップもありますね。45番ファンヘイン VS83 番レトモシューマン、この2人もまだまだ分かりませんね。さあそしてここで、ファンヘイン、レトモシューマン選手ですね、自身のベストラップ出してきました。そしてレトモ選手は49秒台、49秒974叩き出しております。さあじわりじわりと詰めていけるか。さあ残りは3ラップです。残りは3ラップ。さあ坂の体現はなんと2位と10秒以上差を広げてきております。さあパーフェクトラン独走状態に向けて、さあ現在走っております。さあそして鈴木俊選手ですね、52秒142、さあいいタイムも出ております。さあ戻ってきました。ホームストレート88番坂の体現、残りは2ラップ、残り2ラップ。そして絶景ナンバー45番ファンヘイン、そして83番末友シューマン、末友シューマン。さあこの2人も2秒差、まだまだ分かりません。そして4番で戻ってまいりました、絶景ナンバー10番植月信成、植月信成プライオリーレーシング。そしてホームストレート戻ってきました。さあ、ゼッケンナンバー26番鈴木俊テコルサ。さあ、そしてモナコを回ってきた、やはりトップで来たのは坂の体現。ここでファイナルラップ、ファイナルラップ。さあ、独走状態のまんまファイナルラップに差し掛かりました。さあ、そして依然としてファンヘイン、そして末友シューマ、さあ2位3位と、さあこの2人も続いていきます。そしてですね、ポイントで言うと末友シューマ選手が、ラウンド3まで、4位、そして植月選手が5位となっております。ここのシリーズポイントにも、しっかり関わってきます。さあそんな中、さあ鈴木俊選手もさあファイナルラップ、そして戻ってきました。88番坂の体現、パーフェクトラン達成。さあ素晴らしい走り、さあここまでトップを独走してきました。
さあマイクロマックスチャンピオン坂野大元選手おめでとうございます。ありがとうございます。いやもう独走でね、素晴らしいレースでした。振り返っていかがですか？勝てたのは嬉しいんですけど7秒入んなくて悔しいです。え、ここまで独走でも悔しいの？はい、7秒入んなかったです。わあ、なるほど。じゃあ今日の自身のレース振り返って何点ぐらいだった？98点。あ、でもいい点数出てるね。